今日は、北部の車エビのお店玉屋さんに来ました。あの以前動画で宜野座の車エビのお店行ったら閉まってましたっていうあの動画あったと思うんだけど、それの2号店車エビ食べ行こうかってなって、今回は宜野座じゃなくて北部の方の玉屋さんに来ています。今オープン後直後の11時半なんだけど、もうなんか結構お店こんな感じ、どうなんだろうな、こんな感じ、こんな感じのお店。もう待ち、名前書いた、もういっぱいなんだ。11時半ぴったりオープンに合わせてきたけども、満席で待ってます。待ち、どんまーい。刺身と天ぷらとエビフライと素揚げ、車エビの刺身、めっちゃプリプリしてる、すごいね。うん、贅沢。車エビの素揚げ、うん、すごい、かっぱえびせんの味がする。香ばしい天ぷら、うん、うま、天ぷらうま、うま、もずくもついてる、もずくさ美味しい。飲んじゃう。ほら、頭の素揚げ、これは目の下まで兜を外します。兜外した、カブトどれのこと言うの？これを今挟んでいるところ。あ、これか。これを外して、具材を、あ、味噌がついてから、うん、こうしてカブトを外して内側から食べます。目のあたりまで、うん、結構生臭い。でもどこしよう、外してこれを、うん、生臭い。ビフライもこんなにでっかいんだから、贅沢、贅沢だよ。レモン絞って、パンをまず外して、顔を外した、解剖、解剖して、でタルタルで食べるか。いただきます。うん、うん、うまい。これだけエビ食べれれば満足なんじゃない。残しましたね。氷島に来てハートロックを見に来ました。ハートロックは太郎と5、6年前に1回見に来たことあるけど、久しぶりに近くまで来たので、ハートロックを見ます。この道をこのように行くと、本当だね、ホットドッグ屋さんがあるね。ホットドッグ屋さん、太郎はさっきのエビ定食じゃ足りないんだって。なんかもっと食わせろと言ってる人がいますけど、ここにみんなハートロックに向かって一直線に歩いてるよ。これはなんか滑るわけよ。なんかこれ転んだらおじさん大恥ずかしながら慌てず行きます。お、波の音が聞こえてきたぞ。お、あれがもしや、うん、ハートロック、これ結構怖いよね。うん、だからいいね、ハートロック。ほら、ハートロック。ついにハートロックの前まで来ましたよ。こんなです。こんな感じ。ほら、いいじゃん、ハートロック。
ここはなんだ、どこだろう。湖畔、湖畔、湖畔なんだけど、フィフィパーラー、フィフィパーラーって言うのかな、フィーフィーパーラーかな、オーヤンフィーフィーのフィーフィーかな、わかんないんだけど、前ちょっとドライブで見つけて、素敵だなと思って車止めて帰ったら、もうそれが5時10分ぐらいだったのかな、お店は5時までで帰れなかったパーラーがあって、ちょっと今日はそこに行きたいなと思って、今日はちょっとコーヒーを買いに来たんだけど、どうかな、どんなかな。アイスカフェラテ、はい、大丈夫です。はい、太郎はジンジャーエール、太郎のジンジャーエールをちょっといただく、召し上がれ、うん、ちゃんとした本格的な辛いジンジャーエール、こんな景色を見ながらコーヒーが飲めるなんてのどかでいいね。コーヒーと小豆とバナナとコーヒー。